ウクライナソビエト社会主義共和国の国旗は、その思考規則によれば、ウクライナ共和国の主権、他の対等なソビエト連邦を構成共和国との自発的交流、労働者、農民、知識人の破られることのない団結、共産主義社会を築くすべての民族、国籍の労働者の友好と、兄弟愛の象徴とされる。1917年12月に、ハリコフで発足した。 ソビエト派ウクライナ人民共和国は、ロシア共和国人民委員会議が、唯一の合法的なウクライナ政府と認めた、ものであった。現代のいくつかのソースでは、ウクライナ人民共和国の国旗は関東に、青と黄色の水平帯を表示した赤旗とされているが、これには、同時代の資料に言及がないという異論もある。また、同時期のドネツククリボーイ、ロークソビエト共和国国旗を、 上から白、緑、黒の三色体を関東に表示した赤旗とする意見もあるが、これも信頼に足るソースを書いている。ソビエト派ウクライナ人民共和国の国旗とされるもの、その後、ウクライナ革命を経て1919 19年1月6日に、ボリシェビキが、ウクライナ社会主義ソビエト共和国の成立を宣言すると、3月10日に全ウクライナ中央、執行委員会は、 第3期全ウクライナソビエト大会最初のウクライナ共和国憲法を承認し、14日に最終版を採択した。第35条、ウクライナ社会主義ソビエト共和国の貿易機、海上機、軍機は、左隅旗ざを付近上部に金文字で、内紙と表示した赤色の布である。実際には、この時期には、ロシア共和国の国旗と同様に国名の文字が、 金枠で分割されたものや、国名表記がロシア語の、ではなく、ウクライナ語の、とされたもの、さらに赤旗でなく、青と黄色の水平二分機状に、と表示したものも使用されていたとみられる。1921年8月10日から1923年1月15日までの、貿易期1921年7月27日に、中央執行委員会は、 委員会令により、漁船機について大きな白文字で、と、その下部に旗の高さの半分、幅の8分の1の大きさの白い魚を表示した、重央比1、2の赤旗を、8月10日には貿易機について、金枠で囲まれ、金文字で、と表示した赤い領域を左隅に持つ赤旗を承認した。しかし、 ソビエト連邦発足に際して1923年1月15日に発された中央執行委員会議長令においては貿易機と漁船機のデザインは1919 19年からの国旗デザインと統合された。1919年3月14日から1929年6月23日までの国旗1926年4月3日に ウクライナ共和国 NKVD が交付した規則には、こうある。ウクライナ社会主義ソビエト共和国の国旗は、左上部旗座を付近に、金文字でないし、と表示した、長方形の赤い布である。布色は、シンクないし赤でなければならない。色濃度については異なるものも許容されるが、色調については赤に近いものとし、他のいかなる色とも混色してはならない。 略、布の大きさは、高さにおいて半メートルを下回ってはならず、幅は高さの一倍半以上でなければならない。1927年7月には、ウクライナ人民委員会議及び、中央執行委員会が、言語の平等及び、ウクライナ文化の発展の実現についての勧告を、発し、また、行政法によっても、国旗において、表記される言語はウクライナ語でなければならず、 民族地域ではウクライナ語に加え少数民族語でも国旗に中旗が許可されるべきであると言わざるを得ないと求められた。そして1929年6月23日からの新憲法第81条により国名のウクライナ語表記は正式なものとなった。ウクライナ社会主義ソビエト共和国の国旗は左上部旗座を付近に金文字でないし、 表示した赤色の布である。1929年6月23日から1937年1月30日までの国旗1937年1月30日からのソ連憲法の第144条により、ウクライナの国旗には釜と土が追加され、代わりに国名は略旗以外認められなくなった。第144条。 ウクライナソビエット社会主義共和国の国旗は、左上部旗竿付近に、金色の釜と土、そしての文字を表示した赤い布である。1937年1月30日から1949年11月21日までの国旗1949年11月21日から、 ソビエト連邦の崩壊までの国旗とその最速1949年11月21日に採択され、翌1950年7月5日に、ウクライナ最高会議が承認した、ウクライナソビエト社会主義共和国の国旗に関する規則により、新たなウクライナ国旗は次のように定められた。ウクライナソビエト社会主義共和国の国旗は、 上から高さの3分の2分を赤、下から高さの3分の1分を根性の2本の水平体からなる区形の赤い布であり、上部の領域の旗竿から幅3分の1の位置に金色の釜と土、その上部に金枠で囲まれた五芒星を表示する。旗の大きさは高さに対する幅の比を1、2とする。根色の帯は雄大さや人民の美しさ。 そして、ボフダンフメリニツキーを象徴するものと説明された。1981年4月6日には、ウクライナ最高会議官部会令により、国旗に関する最速が補足された。鎌と土は、旗の高さの4分の1を変調とする正方形に内接する。鎌の A 端は、正方形の上辺中点に接し、鎌と土の柄は、 正方形の可変両端に接する。土の柄の長さは正方形の対角線の4分の3を占める。五芒星は正方形の上辺に接し、旗の高さの8分の1を直径とする円に内接する。星と鎌と土の垂直軸から旗竿までの距離は旗の高さの3分の1に等しい。旗の上辺から星の中点までの距離は、 旗の高さの8分の1に等しい。1980年代後半からすでに青と黄色の水平2分期は非公式な国旗として全国に広まっていたが、1991年8月24日にウクライナがソビート連邦から独立し、同年9月18日に青木旗は公式旗として合法化された。この旗はいまだ国旗としての地位を与えられて、 いなかったにもかかわらず、国旗として広く使用され始めた。そして翌1992年1月28日、十王日に、三の青木旗が正式に新たなウクライナ国旗となった。ありがとうございます。